じゃあどうも皆さんこんばんは。初めましての人がほとんどかな、はい、ということで、こういうタイトルで発表させていただきます。こういう場を与えていただきました中村さんと坊野さん、本当ありがとうございます。まずは、おテーマ定番のこう自己紹介からなんですけれども、僕の名前は安西隆弘といいまして、所属が名古屋大学の今大学院の理学研究科の今 D さんです。巷の D さんの人はね、こうみんな D 論ですごい忙しいと思うんですけど、僕はまだ論文ないんで、もうちょっと時間かかるかなと。で、研究の方は、ミトコンドリアのタンパク質の、構造と機能の解析をやってまして、ごめんなさい、もうちょっと。専門は構造生物科学です。なんで、データベースとしては、PDB なんかをよく使わせていただいています。でですね、僕の研究の話に興味ある人は、もう今日ポスター終わっちゃったんですけど、明日まだトークが残ってますんで、もし興味ある方はぜひお願いします。でそれ以外にも、こういう、若手の会とかをで、いろいろやってまして、生物物理若手の会ってやつと、あと生化学若い研究者の会の名古屋支部長をさせていただいています。このあたりは後ほどまた出てきますね。略歴なんですけど、ぶわーっと書いたんですけど、あんまり面白いところはないかと思います。この辺ちょっと受験準備が長かったりとかですね、あとはこれ研究生やったりとかですね、また同じラボにまた行ったりとかですね、名古屋に飛んだりとかいろいろあるんですけれども、ちょっと研究、最初は科学科に所属してたんですけど、この、伊藤さんという方がですね、生物系やったんで、いろいろ生物の方の実験にちょっと変わっていきましたんで、ちょっといろいろ生物も勉強せなあかんなということを、卒研の時に、やりまして。なので、所属は科学だったんですけれども、いろいろ集中講義出まくりでですね、実はこの、所大に行った時に、実はこの今日のオーガナイザーの中村さんがですね、集中講義で来られまして、確か遺伝学特別講義かなんかだったと思うんですけど、その集中講義で単位をいただきましたね。成績は僕上から2番目の4やったんですけど、そういうことがあります。あとはですね、ここで勉強したんですけども、もうちょっとさらに生物学的なことをやりたいということで、名古屋に今移動してやっています。でそれでいろいろ一人でやってたんですけれども、やっぱりこの同期とかこう若手の研究者とこう交流していろいろ情報交換だとか、そういうのをするのが大事かなということで、若手の会の活動も始めています。本当は終わるはずなんですよね、この辺にね。で、僕の今日のタイトルはこれなんですけれども、ツイッターで、講演依頼と。で先ほどもボーノさんが質問されたんで僕のちょっとプレゼン面白くなくなってしまうんですけど、ツイッターって何ぞやということで、8割ぐらいの人が知ってるっていうことだったんですけど、こんな時間までもう8時なんですけども、わざわざフォーラムにご参加くださって、ね、お猫にこまんしゃっかり説法、ごうまに念仏と思いますけれども、一応念のためね、僕の研究室の後輩とか知らない人も来てくれてるんで、ちょっとツイッターについて説明したいと思います。で、ツイッターはこの公式のね、ナビゲーターのツイナビってやつがあるんですけど、ここにこういうなんか、あんま可愛くないキャラクターがいまして、なんかピオちゃんっていうらしいんですけど、でこのツイート先生っていうやつにこういろいろ尋ねるわけですね。で、ツイートよろしくお願いしますと。よろしくお願いします。で早速だけど、ツイッターって一言で何なのと。お前が何なのって感じなんですけど、これでね、で、ちゃんとね、この先生優しくちゃんと答えるわけですね。情報のインフラですと。え、難しそう。これ難しくないやろと思うんですけど、もう少し簡単に言うと、こうちゃんと答えるわけですね。優しいですね。140文字の短い投稿を入力してみんなで共有するサービスと、いうことなんですね。で、ここでフォローっていうことがよく出てくると思うんですけれども、もちろん知ってる方はもういいと思うんですけれども、実はこのフォローっていうのは、相手のつぶやきに対してこう自分が見てる、例えばこう僕今こう iPod Touch 持ってるんですけど、これとか、あとパソコンの画面上で、ブラウザで見たりすると思うんですけど、このホーム画面、これにこの自分がフォローした人のこうつぶやきというのが見れると。で、これはこう SNS、ミクシーとか、Facebook とかいろいろあると思うんですけど、これお友達登録ですね。申請したやつに行っていますと。で、これ勝手にフォローしたりしていいんですかっていうのがあるんですけど、これ自由なんですね。鳩山さんとかこうすごいフォロワー増やしたりしてたと思うんですけれども、それはこれ自由だからですね。で、これ僕のある日の画面持ってきたんですけど、もうちょっとほとんど全然許可取ってなかったら黒塗りしたんですけど、これ僕のアイコンなんですね。で、かわいいでしょ。で、つぶやきがこう寒いんですけどね。で、こういろいろあって、ここにこう書くとこがあるんですけど、140文字つぶやけます。で、僕はフォローした人がこういろいろこうしゃべって、つぶやいたところがこうどんどん流れていくわけですね。タイムラインっていうふうに言いますね。で、僕はフォローしてるのは大体300人ぐらいで、フォローしていただいてるのは350人ぐらいということになっています。で、ここで問題になるのが、
フォローするのはこう自分からいけるんですけれども、じゃあフォローしたらそんな自動で相手もフォローしてくれるんですかっていうと実は違うんですね。こうフォローは一方的なつながりです。でお互いフォローするためには相手も僕を、別途あなたをフォローする必要がありますと。だから僕がフォローしたとしてもその人がフォロー返ししてくれるかっていうのは分からないってことですね。つまりこうツイッターをですねコミュニケーションツールとして使うには相互のフォローが必要だと、重要だということですね。でこう考えるのは相手にフォローしてもらうにはどうしたらいいかということなんですけれども、まあやっぱりこういうのは相手の立場で考えてみるということも大事ですね。もしこう自分が相手だったらこうどういう人フォローしたいかなということを考えるわけです。ですね。で僕フォローしてる人は大体まあ研究者ですね、まあ、学生も、まあ、僕学生なんで多いんですけど、まあ、あと企業とかこうねいろんなこう安売り情報とかこうあのいいのをやってくれるんですけど、まあこういうのもあるんですけどね。で共通点っていうのは、まあ、やっぱりこう役に立つ情報を与えてくれるものっていう、まあ、与えてくれるアカウントの人を大体フォローするんですね。っていうのはやっぱ自分がこうなんか情報を得たいからだと思うんですね。じゃあ自分はどうしたらこうフォローしてもらえるか、同じことなんです。僕のアイコン書いてますよね。うん、可愛いと思うんですよね。まあいいですね。まあこれ何か情報発信すればいいんですね。相手がこうやっぱ役に立つと思うようなことを、まあ別にそんな考えてやる必要は全くないんですけれども、まあ、やっぱり何か情報を発信、自分からやることが必要というふうに思っています。でさらにね、役に立つ情報だったら、ね、みんながこう、まあ、いろいろあのファボルとかそういうのあるんですけど、まあ、これは説明しませんけど、まあ、そういうのがあるとなお良いと。ということで、まあ、いろいろこうずっとつぶやいてたら、今2万何部ツイートぐらいやってるんですけども、まあ、フォロワーの方がたくさんあの来ていただきまして、まあ、めでたくツイッターで講演依頼をこうすることに成功しましたと。なんですけど、まあね、こうフォローしてもらうの待つのね、大変なんでね、こうメールでもええやんって思う人もいるかもしれないですね。まあ、確かにそう。だがしかし、こうですね、これ大事ですね。積み重ねたこうやり取りの中でこうフォローされた人とフォロワーの関係なんですけども、まあ、いろいろこうつぶやきあったおかげで、まあ、こう頼みやすいんですよね。やっぱりこう例えばメールとかだとこう全く知らない先生に送ってもこう相手のこと知らないんでこう頼みにくいんですよね、まあ、だからツイッターの場合は相互フォローしてるんで頼みやすいと。あとは怖くないんですね。これなんでかっていうと、まあ、そんな断られてもまあしょうがないっていうのはもうすでにこう相手のことを知ってるんで、まあ、なんとなくこう分かるんですね、まあ、だからまあ断りそうかなと思ったらそういうの分かると。怖くない。あとはこれはそうですね、しかもリアルタイム、そこで今表示していると思うんですけれども、こうツイッター書き込むとすぐこうリアルタイムで見れるんで、まあ、これはすごいいいということです。でどんどん使 う, こうただなんですね。これがいいんですね。ただなんでどんどん使ってくださいね。僕全然ツイッターの回し物じゃないですからね。まあ、でも実例を挙げたいと思います。で、まあ、生物物理若手の会なんですけども、まあ、これはまあ生物物理をやってる人たちがこう若手で集まって、まあ、飲み会をやるような、まあ、勉強会もちゃんとやるんですけど、まあ、そういう会です。でその一つを紹介させていただくと、まあ、夏の学校っていうのがありまして、まあ、これ毎年夏にこう全国からこう人を集めてで、まあ、研究室やこう分野違いの人、若手から結構あの教授クラスの人まで来てくださるんですけども、まあ、これで交流を深めるゼミ合宿っていうのをやってます。でこうやったんですね。でこれ実はあの今年じゃなくてもう去年なんですけども、この9月にこの微細グリーンプの愛知県でやったんですけども、こうロゴとかもこうポスターも僕が全部作ったんですけど、まあ、あんまセンスないですよね、まあ、こういうのを作りまして、で、まあ、どういうことがあったかっていうと、こうですね、先生って書いて非常に申し訳ないんですけども、これちょっと統一性のためなんですけど、実はこの統合データベースセンターの方にですね、実はランチョンセミナーということで、わざわざこっちが読んだんですけども、お金も出していただいて、こうお弁当もですね、お弁当代出していただくっていうことをやって、まあ、発表していただいたと。で坊野さんとあと山本さんに来ていただきまして、いろいろあのプレゼンをしていただいたというのがあります。あともう一つですね、生化学若い研究者の会っていうのもやってまして、これは、まあ、各地区に支部があるんですけれども、いくつかあるんですけど、そのうちの僕は名古屋支部におりまして、そこの支部長をやっています。で、まあ、いろいろ支部でのセミナーやるんですけれども、まあ、こんな感じで、まあ、いろんな、まあ、企画をやってまして、まあ、大体若手の先生を呼ぶことが多いんですけれども、まあ、こういう先生とかを、まあ、ツイッターでお呼びしたりとか、そういうこともやったりしています。他にもまだまだ企画中です。でまとめに入るんですけれども、まあ、こういうタイトルでやったんですけれども、まあ、ツイッター、まあ、含むこう SNS ですね、まあ、先ほど Google プラスはもうね終わりっていう話もあったんですけど、まあ、それも含めて、まあ、やっぱりこう学生と研究者をつなぐですね、こう触媒なんですね。
一応僕科学科なんでちょっとかっこいい言葉使いたかったんですけど、まあ、触媒であると。これまあどういう意味かっていうと、まあ、やっぱ頼みやすい怖くないリアルタイムですね。だから触媒のようにこういうあのツールを使うことによって非常に自分にメリットがあると、まあ、そういうものだと思って僕はやっています。やっぱり大切なのはコミュニケーションですよね。情報のやり取り、これ大事ですよね。で情報発信すると情報収集しやすい。やっぱり自分がこうどんどん発表していかないと、やっぱり人はこう相手がどう考えてるっていうのが分からないと思うんですよね。なのでこうどんどん自分が出していくことで、まあ、このツイッターの中でもそうですけど、まあ、いろんなところでもどんどんこう情報発信していただきたいなというふうに思っています。でこう情報発信するとメリットがたくさんあると。でコミュニケーションツールはどんどん使いましょう。こうただなんですね。大事なことなのに2回言うんですね。ただです。でまたおまけがあるんですね。あと何分ぐらいですかね。まあまあ余ったらないですね。これツイッターやったらね、こう雑誌デビューしたんですね。僕らにあれなんですけど、この実験医学の10月号ってやつがありまして、これあの陽動社さんから出てるやつがあって、多分下にブースが出てると思うので明日ぜひ行っていただくといいんですけど、まあ、こう 4D イメージングってやつがあって、別に僕研究で載ったわけじゃ全然ないんでね、こう今年の10月のです。で実はこの中の連載記事にこうライフハック活用術っていうやつがあるんですね。でこれ4回目でこうツイッターやフェイスブックでつながろう。これ著者がですね、こう北里大学の阿部さんっていう方がやられてまして、この方もこういうツールをこう非常に使いこなしておられる方で、この連載非常にいいんでね、あのぜひあの見ていただければと思います。でその中の1画面でね、こうやっぱ紹介があるんですね。ここはタイムラインで、まあ、ここになんか、ツイート書き込むと。でここになんかおすすめユーザーがあったりフォローして、まあ、こういうのがあるんですね。でこうよく見ていただくと、まあ、こんな変なやつがどうもいると。これ実はねモザイクかかってるんですね、雑誌投稿のために。でこれよくよくこう同じでしょ。これ実は僕なんですね。でこれあのタック犯罪って書いてあるんですけど、これなんて書いたかっていうと、こうなんか出かける準備中って書いてあるんですね。全然大したことないんですけど、まあこれで、まあ、ご意見もしご感想がありましたらこちらの方までお願いします。ということで僕の発表を終わらせていただきます。ありがとうございました。